の位置種国は、かつて日本の地方行政区分であった、両政国の一つ。西海道に位置する。領域は、現在の鹿児島県大隅諸島にあたる。702年から824年まで122年間存続した。種の場合、国の代わりに、島の字を用いて、種国を種島、その国史を、島司と表すこともあった。 国を島とも呼ぶのは、津島、壱岐と共通する。日本初期では、種と7箇所、俗日本記では、他と21箇所の記述あり。種の初見は、日本初期の天武6年2月上の、瀬の月、種島人等に飛鳥寺の西の月の下に、京へ賜うである。また、日本初期の天武10年8月20日の上に、種島に使わした施設が、 種国の地図を建てまつるとあり、死者は一年以上種島に滞在して、南東の調査等を行い報告のための地図を作成した。これは、品の国の地図作成に先立つものであった。種国年表、俗日本記、大砲二年八月一日上に、薩摩と、だ、画家を隔てて、命に逆らう。税において、兵を発して政党し、 投稿して、利を受けけりという記事があり、これが、薩摩国と、種国同時検知を示すと考えられている。俗日本期、和道7年4月25日上に、元明天皇が、田島の後院一行を与えたとの記述がある。種国が存続した、期間中、検討士が、種国に帰着したことが二度ある。一度目は、天平六年十一月二日で、大使、 田治比広成の乗船が帰国した。二度目は、天平昇法5年12月7日で、この時には、琉球を三隻で立って、種ヶ島を目指した、県東支船のうち、第二船、第三船が、種国の駅急島に帰国した。この第二船には元人が乗船しており、日本への到着を果たした。国の格付けは、南東との交流や、剣道市の派遣。 はやと対策などの点から重要視されて中国とされていた。しかし実際には小国をはるかに下回る規模の税収しかなく、行政的な運営経費の不足分は、打財布が他の国から補填していた。しかし、はやとの対策が一段落し、検討士の派遣経路が変わると、種党の重要性は薄れてきた。打財布管内の基金に対処するために、 種党の運営経費に充てていた税収が減少することになったため、財政の見直しの観点から、天朝元年10月1日に種党主を廃止し、ノーマン軍、熊毛軍、ゴム軍、マスク軍の4軍を、熊毛軍、ゴム軍の2軍に再編して、大隅国に編入した。なお、宮古吉シが手掛けた大乗感想は、名文とされ、本庁門随にも収録されている。 国府の所在については、諸説あって、未だ定まっていない。大友上足、天平法人4年5月9日、任最期茂人、天平王人元年正月6日、任中富の菅麻呂法期元年8月21日任、同3年6月6日、任、大住守。ありがとうございます。